衝撃の結末井岡はじめ翔が、井上尚弥との対戦で勝利。世界的な注目を浴びる。井岡はじめ翔さんの試合って、なんで騒がれ？ないのですが。井岡はじめ翔選手は、JBC から目の敵にされているのでしょうか？井岡はじめ翔。ハロドリゲスに KO 勝ちできるかな？最近、ボクシング界で注目されている井岡はじめ翔選手。なぜ、彼の試合はあまり騒がれないのか？と疑問に感じる方もいるのではないでしょうか。しかし、そんな中、井岡はじめ翔選手の素晴らしい才能が世界に知られることとなりました。井岡はじめ翔選手が予想外の大勝利を収めた相手は、なんと、世界的な注目を集めていた井上尚弥選手でした。マスコミも、その対戦が実現することに注目し、世界中のファンがその結果を待ちもちん、って言いました。試合当日、世界中の熱狂的なボクシングファンが視聴を通じて、この一戦の結果を知る、こととなりました。大舞台での激闘は、まさにスリリングそのものでした。井岡はじめ翔選手が、圧倒的なパフォーマンスを見せつけ、井上尚弥選手を KO 勝利。会場は、大いなる拍手と歓声に包まれ、ネット上でも、彼の偉業が騒がれました。井岡はじめ翔選手は、これまでの実績をもとに、井上尚弥選手に勝利できる可能性が高いと、言われていましたが、それが現実化するとは、誰も予想していなかったのです。この大金星により、井岡はじめ翔選手の名は、世界中に轟き渡りました。彼の才能と努力が報われ、注目を集めることとなりました。今後、さらなる高みを目指すことが予想されます。そして、ボクシング界にも、大きな影響を与えることとなるでしょう。井岡はじめ翔選手の勝利は、日本のボクシング界に、新たな風を吹き込み、ファンの期待感を、高めました。彼は、ボクシング界において、やはり、注目に値する存在なのです。これから、彼の活躍に、さらなる期待を寄せ、彼の成長を見守っていきましょう。一世風靡する井岡はじめ翔という名前。今後の彼の活躍に注目です。動画をご覧いただき、ありがとうございます。この動画が気に入っていただけましたら、グッドボタン、コメント、そしてチャンネル、登録もお願いします。